昨日羽田空港に降り立った岸田総理。帰国前の会見では今回の訪米の成果を強調しました。日米がグローバルなパートナーとして、いかなる未来を次の世代に残そうとしているのか、世界に向けて、伝えることができたと。今月8日からの岸田総理のアメリカ訪問。安倍元総理以来の9年ぶりとなる国賓待遇で、日米の強固な関係性を国際社会にアピールするものとなりました。日本とアメリカのこの固い絆を確認するとともに、日本とアメリカがどんな未来を築こうとしているのか、内外に向けて示す貴重な機会にしたいと思っています。両首脳は日本とアメリカを未来のためのグローバルパートナーと位置づける共同声明を発表。防衛、安全保障など幅広い分野で連携を強化することで合意しました。さらに核兵器のない世界への実現についても、核軍縮に関する現実的、実践的な取り組みの進展を確認し、私のイニシアティブで発足することになった FMCT フレンズへの米国の参加を歓迎いたしました。先月、国連の安全保障理事会で日本が主催した核軍縮・不拡散をテーマにした閣僚級の会合で上川外務大臣が表明した FMCT フレンズの立ち上げ。岸田総理は共同声明で、核兵器の原料となる物質の生産を禁止し、新たな核兵器を作ることを防ぐ国際条約 FMCT の交渉開始に向けた会合へのアメリカの参加を歓迎しました。さらに、世界の核兵器数の全体的な減少が継続し、逆行させないことが極めて重要とした上で、 NPT 核拡散防止条約を堅持する重要性も確認しました。G7 広島サミットでも交流を深めた両首脳は、晩餐会などで親密な様子を世界に発信、蜜月関係を演出しました。さらに岸田総理は安倍元総理以来となるアメリカ議会の上下両院合同会議での演説に臨みました。You are not alone. We are with you.スタンディングオベーションを受けるなど、会場の注目を浴びた岸田総理。As a Hiroshima native, I have devoted my political career to bringing about the world without nuclear weapons. このように切り出した上で、NPT 体制の再活性化と国際的機運の向上に長年取り組んできたと述べましたが、目の前にいる核超大国のアメリカの議員に具体的な核軍縮への協力を呼びかけることはありませんでした。6日間の訪米の中で、時折核兵器なき世界の実現に言及はしたものの、踏み込んだ言動はなかった岸田総理。被爆者からは不満の声が聞かれました。核兵器廃絶についての話し合いなんぞがどこまでできるかほどな期待しとったんや。やっぱりそんな話にはならず、もっともっと踏み込んでほしかったよね。広島はやっぱり核兵器、核被害者だけ、岸田さんよ、もうちょっと被爆者寄りの政治をしてほしい。はい、被爆者の方からは厳しい声も聞かれましたが、岸田総理、広島推しというところも目立ちました。こちらご覧ください。まずは公式晩餐会での挨拶ですね。アメリカへの日本人移民、これ広島からが多いんですですとか、あるいは広島出身の元総理とケネディ元大統領とのエピソードですとか、こういったさまざまな広島のエピソードを織り交ぜていたということなんですね。他にも桜の食事なども行いました。さあ、そして一方でですね、今回の訪米なんですが、内閣支持率過去最低となる中で、岸田総理、どれだけ反転攻勢につなげられるかというところが、一つ大きな焦点でした。で、官邸で岸田総理の取材をしている恵比寿記者によりますと、まず同行した政府関係者からは、充実した時間だったと、手応えがあったという話を岸田総理していたということなんですね。それから、かつてないほどの反響の大きさだったという評価する声も聞かれる一方方で野党側からですけれども、岸田総理が日本の国会でこれほど素敵な拍手を受けないと挨拶をしたことに対して、政治と金の問題、これ決着つけてくれれば私一人でもスタンディングオベーションしたいよというような皮肉の声も聞かれているということなんです。また自民党の党内からも、総理の責任について問う声が上がっていまして、これ総理の責任を問われるべきですとか、あるいは衆議院島根1区ですね、これ明日告示なんですけれども、これに敗れた場合、党内での総理の責任を問う声が高まるということなんですね。高まる可能性があるということで、これから岸田政権どうなっていくのか、地元広島の我々も見守っていく必要があります。